はい、一応金曜日、お昼過ぎまでかなはあの BGM 流さないサイレントタイムらしいんで、ちょっとその間に、押収者が多いこの 6B をちょっとぐるっと回ってみたいと思います。行きましょう。ありがとうございます。マクラーレンセナが止まってございます。 S&カンパニーさんのデモカーみたいです。すごいね、これフルラップしてるってことかな。あ、どうだろう、プロテクションとか。あ、でもこの辺は全部ダッシングで切れてないですね。すごすぎてちょっとよくわからない。この辺のもうスーパーカー、ハイパーカーはもうプロテクション必須ってことで、大阪店でもあのプロテクション受けたまわりますの です、ね、はい、この車来たらどうしよう。でもホイール変えてみたいですね。でもこのなんかホイール、めちゃくちゃかっこいいこのホイールは。何これ。あ、これなんか BC って書いてる。あ、バシフォーチ、そういうブランド。 EHこれやっぱりカタログとやっぱり実物全然違うね。かっこいいっすね。カタログ確かなんだっけ、スモークのちょっと黒っぽいやつよね。でもっと平らなやつだったんだよ。すごいあのコンケーブしてるとまたちょっとイメージ、ね、しかもこの落とし込んだところにこう彫り込みがあると。鍛造はこのコンケーブさせるさせない、もうインチでここの長さで結構そのスポークの見え方変わってくるから。そうですね、やっぱりカタログだけだとね、ちょっとなかなかちょっとイメージがしづらいっていう、ね、変わってくると。めちゃくちゃ個性的な、はい、ね、アウディといえばやっぱニューイングさん、アルティール SUV スタイル、Q5? あ、Q3? これどうなってんの。これすごいですね。 B… え？え？B ドアロックしてません。上にカバーとしてついてるって感じなんですか。エアロディスク的な、かっこいい。あ、すごい。そう、ちゃんと JWL も入ってる。はいはい、ここにボルトで止めてるんですよ。 JWA 入っても多分これ車検 NG だよ。だからこれだけ外したら大丈夫です。これはなんか斬新ですね。インチが斬新ですね。あらすあらす。ウルスがめちゃめちゃいっぱい展示されてます、はい、あっちにもこっちにも。ランボルギーニといえば、ありがとうございます。あ、すごい。ランボルギーニといえばあのリープデザイン、今度も作られたら。この前ちょっとこのお客さんもつけたんですけど、さらっとしててかっこいいんですよね。フィッティングもいいですし、フロントリップ、ここのこのカーボンとサイドスカートとリアディフューザーで、ホイールがハイパーフォーゼドの24インチ、 LMC 新作っすね。じゃあフォージテックの山本さんです。山本です、どうも。はい、じゃあ今日の2台を紹介してください。え、いきなり？そういう感じで、そういう感じなんです。この G350D につけてるモデルが、FTM305S っていう23インチ3ピース。わ、来た、ついに来た、23インチ3ピース。これフィニッシュどんな感じ？ブラッシュドにマットティント、すごい綺麗フィニッシュが。てか23の3ピースがちょっと衝撃的ですね。ついに出た、うん、あ、23 3ピースってなかったんですか。言われないっすね。アメタンでもワンピーだけだったんで、うん、のリムがないから作れなかった。そうなんですよ。これ、うん、このなんかこう金属感がすごいね。かっこいいですね。フィニッシュがすごい綺麗、これ流行りそう、こういうフィニッシュ。かっこいい。24ですね。フォージテックさんとリバティウォークさんのコラボモデル、はい、これはもう1000倍モデル。これもすごいね。はい、そんなわけでフォージテックさんのブース紹介でございました。ありがとうございます。ありがとうございます。よかったら車紹介してください。ダメ。浜翔さんが車を紹介してくれます。カンペを カンペを持ちましたね。ランボルギーニウルス、はい、うちのゼロデザインのボディキット付きです。これリップタイプですかね。そうですね、こっからですね。こっからタブセになりますね。なかなかリップでもおしゃれなデザインですね。こういうところが塗り分けがね、かっこいいですね。でも元々カーボン、カーボンと FRP のこれ。ああ、じゃあ元々塗り分け前提でっていう感じで作るのか。ああ、なるほど。あ、でもあのドライカーボンの製品も作ってるので。あ、はい、フルカーボン、フルカーボンもあります。もあるんですね。フロントとサイドとリア、リアと、あと、中間のミッドスポイラーというか、
ホイールもスカイボールも、ホイールも塗り分けがすごい、はい、あ、のスリーピー、はい、うわ、きた、多いですね、23スリーピー、カリなんです、これフルバンパー、フルバンパーですね、フロントはフルバンパーですね、こっから違うんですね、そうです、こっからです、すごい、リア周りも、はい、リアはハーフで、おお、すごい、ウィングがついた、そうですね、いや、純正の切りがこの辺なんですけど、あ、じゃあちょっと被せて、被せちゃ被せて、この辺ははめ込みなんですけど、こっち側は被せラインを変えて、ちょっとじゃあボリュームもアップするしって感じですね。とギアハネ、ここが中間のスポイラー、ウルスと似たようなですね。共通性を持たせた感じ。例えば結構スポーティーな感じにも触れます。これ G63も。はい、ロクさんもこれバンパーは、ね、あ、フルバンパー、はい、あ、本当だ、ちょっと違う、うん、でもなんかこういうとこ残してるとなんかちょっと純正っぽい、純正っぽさも残しつつ、へ、これフェンダーすごいですね、これ、あの 4x4 っぽいカーボン残し、すごい、スリット入ってる、スリットが入ってる、これもそうですね、ルーフスポイラー、はい、あ、そうなんだ、フロントリアバンパーとルーフとワイドフェンダーで両面セット。これどれワイドな？ワイドどれくらいワイド？片側で25ミリ。はい。約25ミリワイド。ありがとうございました。長々とお願いします。はい。こっちにしてきます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。じゃあ次はこれはモーフさん。モーフさん。はい。モーフさんといえばニュートレール健康アルディニュートレール、そう、全部アーメンスすごいかっこいい、すごいね、これもすごいね、ディスクバシコン出てる、でも本当にあの一時期のクロームメッキと遜色ないですか、そうだね、この辺はすごいですね、これはこれも一緒、ブラッシュドサイドポリッシュ、流行ってこれ中までなんかすごいね、これかっこいいですね、インナーもいいなぁ、あれそう、ちょっと今お昼、もう間もなくお昼になって、あ、もうお昼ですか、11時ぐらい、あ、ちょっと人もかなり増えてきた感じです、金曜日、今日平日なんですけど、うん、割と多い、うちかなり増えそうっす、うん、ですね、じゃあ、レイカードさん M2 コンペ、 M2 コンペでしょ、チェックしたらダメですよ、まだ基本的にモンドチャンネルです、モンドチャンネル、社長、説明お願いします、はい、メイカーズの西尾社長です、まあ、まずコンペだとまずホイールが18インチ入んないんですよ、あーですよね、これをあえて、そうなんですよ、で、もともと400パイのシックスポットなんですけど、うん、まあ、どうしてもサーキット向けで走りたいんで、あの AP レーシングのトロ 5000R っていうキャリパーパーを使ってこう RDD と特別に特注で作ったんですよ、じゃあ制動力はアップさせてちっちゃくしてるってことですか、そうです、で、18が入るようにしてる、すごい、GT4 もこれあれ元々 PCCB を外して、でま、わざわざメタルローターにして、そう、はい、でキャリパーの足も切っちゃって、そうそうそう、で、まあ、パッドの裏板も削って後ろも当たんないそうようにしてスタートして、それを計測したと仲良くに送って特注で18をつけてみた、へえ、なんであの18インチで GT を履いてる人いないんですよ、まあ、コンペもそうなんですけど、コンペ逆なんですよ、普通インチアップで見せるやつをインチダウンにして、はい、実際にしてちょっとサーキットスペックに持ってたんで、こんなトラックスタイルからドレスアップの車まで、そうですよ、お任せくださいって、はい、メーカーズさんといえばホイール変えたりカスターをしても絶対ブレーキはしっかりやってるイメージがすごいんですけど、はい、そこはちょっとブレたくないなと思う、さすがこれぞメーカーズスタイルですね、こんな感じで、ありがとうございます、そんな西尾さんでした、こんな感じよろしくお願いします、ありがとうございます、あ、アルツといえば、こんにちは、こんにちは、おはようございます、よろしくお願いいたします、アルツの野口です、よろしくお願いします、はい、これ足回り車庫帳が入ってるんですか、車庫帳が入ってるんですけど、はい、実際はオリジナルなんですよ、あ、そうなんですか、うん、当時はね、この車庫帳っていうのはもともとこの30の分っていうのは、はい、樽型の筒に、はい、入れ下にショックとか入れた形の分のアームごとがなるんで、はいはいはい、それをぶった切って溶接して、溶接しないとやるっていうやり方の分でやってて、もうなんか高くて買えないから、今すごい値段ついてるんですよね。なんですか？いや、あの実はこれ、ね、私の私物なんですよ。すげえ。すげえ。で、まあ、あのよく売ってくれって言ったら売りますよっていうのは、で、あのこの
正規ディーラー車の並行じゃなくて、ね、ジャパンのステッカー残ってます、はい、中もめちゃくちゃ綺麗。今部品だけでもライトも普通のプロジェクター丸なんだけど、はい、下のヒゲがついてるんですか、はいはいはい、これスポーツエボリューションの。あ、そうなんですか。ヒゲドライト、知らなかった。ヒゲドライトなんで、あとまあさっき言わせたけどマフラーがスーパースプリントなんです。おお、はいはいはい、スーパースプリントだと DTM マフラーだろ、今はもう売ってない。へえ、かっこいい。すげえ。当時の車を当時のパーツでいじって、もともとあの SRP とかレーマのレカルをつけるのを、はい、わざわざ、はい、昔の当時の純正が LX だったんで、あ、そうなんですか。もともと純正の M3 ってこの LX タイプの純正でこういうモケットだったんだけど、はい、もうボロボロだったんで、はい、これを最近綺麗なのを見つけて綺麗に、昔のこの網も出ないでしょ、もうほら出ないでしょ。あとシートベルトもスポーツエボリューションの世界記録、これが純正です。ものすごい、これが純正なんですね。これすげえ、ロゴ入り、ロゴ入り、これはちょっとすごい気がするんですよ、市場価格で。一応だから僕からの分ではそんなにね、1000万とか1500万とかいうとか、僕は900万ぐらいでも全然売りますよっていう感覚ですから、ね、そうです、そうです。欲しい方はこちらまでまたまたアルツさんにおお、すごい。中もでもめっちゃ綺麗じゃないですか、うん、すごい綺麗、うん、だからこの87年とスポーツエボリューションはローが左下ローなんです。あ、そうなんですか。88年と89年90年は通常左前でトラフのミッションなんで、スポーツエボリューションと、まあ、エボリューションと呼ばれてるやつと87の初代のやつのミッションがゲドラクのミッションで左下だろう。それで87の初代の価値があるんです。あ、そうなんですね。そうです。そね、で今度こっちかな。こっちはもう何回もやらせていただいてこっちは何回もやらせていただいてって言うけど、去年は普通の M2 で今回はコンペでしょ。あ、なるほど。確かにこのボディからはコンペですね。でもちょっと ここからの流れを聞いてからだとやっぱりこう、そうですね、だから結局、まあ、初代これから流れて本当は M4 なんだけど、はい、形的にはこれが後継になってるっていうので、新しい車どんどん大きくなってますからね。今の最新のやつと一番初代のやつっていう感じで、はい、なんかパーツチョイスとかものすごく説得力があります、うん、ここから聞くと。ありがとうございます。ありがとうございます、ね、そうですね、お説教を煮詰めたやで、ここにポリッシャーをこうかけた方が純正っぽくてかっこいいんちゃうかと。ダイヤモンドカットで、そう、だから意外とこれプロでやってるけど、意外とダイヤモンドカットしたらこれ結構イメージ変わるよね。はいはいはい、全然違いますよね、うん、であとまあルーフもこれあのエンド CC のドライカーボンルーフです。あ、そうなの。はい、これラッピングじゃないです。どうなの、乗っかってんすか。それとも屋根乗っかってる、乗っかってる、だからこれを外してポコンと乗っけるだけ。あのカーボンルーフのやつですよね。ボンボンピッてやってモールやってポコッて外してこれを外してシーラーでつければ全然外したいとかポコッて乗せた感が全然ない、はい、うまいでしょ。全然わかんない、はい、全然わかんない。どんどん BM をやっていかないと。でまあこのカナードとこのカーボンのカバーはこのオートテクニックさん。おお、あ、そうなんだ、はい、はい、オートテクニックさん。下回りはエンド CC さん。エンド CC のあのフロントサイドリアリアザトランクカーボンルーフですね、うん、ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、なかなか、よろしくお願いします。ありがとうございます。 BMW の問い合わせは、はい、問い合わせはこちらまで、こちらまで。編集大変だから出てこないらしいです。1周もめちゃくちゃ綺麗。考えを見るね。これはね、ドイツでね、めちゃくちゃ見てきた。あ、マジですか。めちゃ詳しいんじゃないですか。いや、それ今日ね、本当にね、なんか日本でもこういう綺麗な114とかあるとなんか嬉しいよね。最近乗れないけど、ね、とても買えないけど、走らないやつだったら買えそうだけど走って止まれるやつは買えないです。ねえ、しかもこれなんか嫌そうですね。後ろ開けていいですか。あ、社長。あ、いいよいいよいいよ、どうもどうもいいよいいよ、はい。うわ、かっこいいインストールの仕方が。すごい、すごい。もうハイドロみたいですね。そうっすね、そんなもんです。最近のヤサスめちゃくちゃおしゃれですね。はい、はい、というわけで今回はインテックス大阪で行われているオートメッセ2020の様子をお届けしました。このチャンネルのチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。